打ちました。ショート取った。ツーアウトになりました。バッターボックスは4番マクフォール。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。ピッチャーちょっとスタミナがどうでしょうか。なくなってきたようです。小宮山さんどうでしょうかね。まあ、頑張って投げてきたんですけどね。なるほど。さあ継投のタイミングはいつになってくるでしょうか。打った。これは強打。一塁へ。アウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。ご覧いただきましょう。走りながらのこのキャッチ、ファインプレーに阻まれました。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6回終了、1対0、ベイスターズが1点をリードしています。まず何を投げてくるか。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。さあ2球目は何か。2球目打ちました。レフト弾く。ボールを拾って、これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。ここはうまく流されてしまいました。いいバッティングされましたね。バッターボックスには代打の伊藤。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあこれ以上点をやれないですよね。まあここ踏ん張りどこですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。ここはゴロを打たせたいですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。アウトコース決まってストライク。次が2球目。高めのボール打ちました。打球は右中間へ。ライトが取りました。3番バッター宮崎。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトになっています。引っ張った。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これで3安打猛打賞。ランナー三塁一塁となりました。これで一塁三塁とされています。ここからどう動いてくるでしょうか。もう少し慎重に行きたかったですね。さあカープ得点圏にランナーを背負った場面です。まあこの回で点差を広げられると厳しくなるでしょうから、丁寧に行ってほしいですね。そうですよね。さあそのマウンド上の床田、このピンチをどう切り抜けてくるのか。里崎さん、この場面スクイズはありますか。まあこのバッターでスクイズはないと思いますけど、万が一はありますからね。なるほど。さあどう来るか。ここは三振を取りたいですよね。センターへ、ワンバウンドヒットになった。ボールは中継。サードランナーがホームに帰ってきました。ベイスターズ追加点、2対0になりました。カープさらに2塁1塁のピンチが続きます。抑えたかったんですが、ここでタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。終盤で大きな追加点を奪われました。カープここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の松本。バッターボックスには代打の上里。里崎さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ相手が勝負に来てますからね。ここはしっかり抑えていきたいですね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。
さてバッターの神里、どういうバッターなんでしょうか。まあそうですね、打ち取ったはずなのに内野安打になってしまう嫌なバッターですね。ああそうですか。インサイド打った、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、バックホームする、右中間へのヒット、これで3連打。ここはこれ以上傷口を広げたくないですね。さあこの場面で打席には6番の関根が入っています。三振を取りたい場面ですよね。インサイド打った、セカンド取った、一塁送球、一塁アウト、ベイスターズ追加点を挙げました。3対0カープ。さらに三塁二塁のピンチが続きます。さあそして打席には太田が入ります。さあツーアウトにはなりましたが、まだピンチは出していません。初球打った、これは面白い当たり、掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回ベイスターズ2点を追加しています。3対0 DeNA ベイスターズのリード広がっています。さあそしてここからはラッキーセブン、カープの攻撃に入ります。7回の裏ベイスターズに選手の交代がありました。カープラッキーセブンの攻撃になります。バッターボックス西川、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。カープビハインドで迎える7回の攻撃です。2球目は何で来るか。2球目打ちました、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになりました。西川ヒットが出ます。ノーアウトランナー1塁です。バッターは6番デイビー、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。バットは触れてると思うんで期待したいですよね。期待しましょう。ヒットでランナーを1塁に置いています。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。いやーまた高いですね。しっかりコントロールしないと大怪我をしてしまいますね。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。変化球ボールになります。5球目は何で来るか。外れてフォアボール、ランナー二塁一塁、カープチャンスが広がりました。得点に結びつきやすくなるフォアボールのランナー、チャンスメイクです。インサイド打った、ショートが抑えた、二塁送球、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ。ピッチャーの状態なんですが相当厳しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。ベイスターズここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手のエスコバー。バッターボックスには代打の松山。小宮山さん、なんとかしのぎたいですね。こういう場面はしっかり抑えたいですよ。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。ファウルです。低め打った、セカンドの左、取った、一塁アウト、これでスリーアウト。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。カープサードランナー残塁に終わっています。7回終わって3対0 DeNA ベイスターズがリードしています。これから8回、カープに選手の交代がありました。先ほど代打いたしました松山、そのまま
8回の表ベイスターズの攻撃、打順は8番山本。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。カープビハインドで迎える8回です。さあ里崎さん、これ以上離されると厳しいですから、しっかり抑えていきたいですよね。まあもう後がなくなってきてますからね、ゼロを並べていかないといけませんね。そうですよね、一球一打に集中してほしいと思います。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。インサイド落ちました。これはどうか、ヒットになった。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー。バッターボックスには代打の外。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあこれ以上点をやれないですよね。まあここ踏ん張りどこですね。うん、そうですね。さあしっかり抑えていきたい。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。アウトコース見送っています。次が3球目、胸元へ持ってきました。ストライクです。ワンボールツーストライクです。引っ張った、ここはフライになっています。レフトが取りました。ワンアウトです。打順はトップに帰って佐野。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね、ええ、まあタイミングが合ってるようなんで、ここは注意が必要ですよね。うん、そうですね。ワンアウトになっています。2球目打ちました。ショート弾く、ボールを拾って、これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー二塁一塁。さあカープ、得点圏にランナーを背負った場面です。この回で追加点を取られると難しくなってきますんで、この場面のピッチングが大事ですね。なるほど、そうですね。まあただこういった場面でも力を出せるピッチャーですから、期待していいんじゃないでしょうかね。はい、さあここはしっかり抑えたいところ。これが2球目、ライトへ持っていった、ライトライナーを抑えてアウト。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。さあそしてバッターボックスには宮崎が入っています。さあツーアウトながらピンチは続きます。まあここをしのげればまだまだ分からないと。ライトへ、この打球は落ちそうだ、掴んでスリーアウト。追加点は奪えませんでした。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。3対0 DeNA ベイスターズがリードしています。8回の裏カープの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。背番号17三島がマウンドに上がります。8回の裏カープ代打が告げられました。バッターボックスには代打の菊池。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。うん、そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。初球は何から入ってくるか。際どいコースに送ってストライク、155キロです。さあ2球目は何か。バッター見送りました。
打ちました。これはどうだ、破りました、センター前、見事起用に応えました。ノーアウトランナー。バッターボックスには代打の相澤。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。そうですね、リードはしてますけど、ここで点を取られると流れが変わってくるかもしれませんからね。そうですね。さあ、ベンチの期待に応える投球を見せてほしい。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。まあ、ピッチャー牽制がうまいですから、ランナーはやりにくいでしょうね。ああ、そうですね。これで追い込みました。まあ、ピッチャー有利のカウントですから、アウトローに外れていく変化球を投げたいですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。見逃して三振になります。ワンアウトです。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナー一塁です。